それでシド・カゲノウという生徒が犯人である可能性が高いそうですが、5日にわたる尋問にも口を割らなかった。ただ私は彼を信じたい。私も妹の学友を疑いたくはない。落ち着いてください。落ち着いてられるわけないでしょ。弟、シドを助けに行くのよ。外出は認めません。弟のために。肩を待って、弟子だ。お姉ちゃんがすぐ囲んで押さえなさい。